こんにちは、脱力系もくろみチャンネルのやっちゃんです。今回は豆腐で作る濃厚なのに胃にもたれないチョコクリームを紹介します。このクリーム、豆腐で作ってるって言われなければ気がつかないくらい豆腐臭が全然なくって、ヘルシーでとっても簡単に作れるクリームなんです。材料はたった4つ。豆腐とココアパウダー、お好みの甘味料にココナッツオイルです。でココナッツオイルが入るので冷やすとちょっとムースっぽくなって絶品なんですね。もちろん以前紹介した米粉のスポンジケーキやシフォンケーキなんかのデコレーションとしても使っていただけるクリームです。このチャンネルでは健康によくってアレルギーの方も安心して食べられるようなお料理やお菓子を紹介しています。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。 It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah. I feel it in my heart. Yeah, yeah. It's gonna be. はい、今回使うのは絹豆腐です。3連パックで売っているお豆腐がちょうど1個 150g なのでこれを使っていきます。まずこれを開けたら、キッチンペーパーに包んで、これをさらに新聞などちょっといらない紙にね包んで、これでしっかりと水切りができますので冷蔵庫に入れておきます。はい、一晩置くとこんな感じに水分がしっかりと抜けています。日持ちを良くするためには茹でてから使うといいんですけれども、ちょっとね手間なので 2,3 日中にすぐ食べちゃうようだったら茹でないでそのまま使っちゃって大丈夫です。でこれをボウルに入れていきます。ここにココアパウダー、あとお好みの甘味料、今回はアガベシロップを使いますが、てんさい糖でもメープルシロップでもお好みの甘味料を使ってください。甘味料の量もお好みで調整してみてください。でこれを今回はねブレンダーを使って滑らかにしていきます。ここはフードプロセッサーやこういったブレンダーみたいなもののマシンの力を借りた方がね滑らかなクリームになります。すでにすごく美味しそうですよね。すぐにね食べる場合はこのままでも十分なんですけれども、ココナッツオイルを入れるとふわっとこうとろけるような口当たりがすっごく良くなるんですね。まあカロリーは高くなっちゃうんですけど、その分やっぱりコクが出て美味しくなるので、ぜひ見つけて入れてみてください。ココナッツオイルの香りが苦手な人は、無臭タイプのココナッツオイルもありますので、こういったものを使うといいと思います。ココナッツオイルは溶かした状態のものを使うようにしてください。よく混ぜます。オイルがしっかりと混ぜ込まれたらこれで完成です。デコレーションとして塗る場合はこのまま塗っていい感じにデコレーションできます。で最後お好みでラム酒とか何かリキュールお好きなものがあれば加えてください。今回は器に盛って冷やしていこうかなと思います。結構もったりした感じの、はい、これで完成です。冷蔵庫でちょっと冷やして食べようと思います。はい、完成しました。冷蔵庫でね30分ぐらい冷やしました。本当見た目はねムースみたいな感じですよね。早速食べてみたいと思います。濃厚ココアの香りで豆腐の匂い全然しないんですよ。口当たりもめっちゃ滑らかで、生クリームとかバターとかがたっぷり入ってるような感じの食感です。
これは癖になりますね。ソフトココアと甘味料、まあ、あとお好みで油だけなので、もうめちゃめちゃ低カロリーですよね。で、味はね、そんなに違いがないんですよ。本当に嘘だと思ってね、作ってみてほしいです。これはね、騙されますね。うん、これ絶対騙されると思う。ダイエットしている人も、アレルギーで乳製品が食べられない人も、そして血圧やコレステロール気になる方も、みんなで美味しく楽しく食べれるチョコクリームです。よかったらぜひ作ってみてくださいね。じゃあねー。